人は年齢やキャリアを積み重ねるとともに、今目の前にある、もしくはこれから起こりうるであろう事象への対応策を事故の経験則に基づいて考察し、最適解を推論できるようになる。それは人が大人になり、容量が良くなった、したたかになった、ということでもあるが、ともすれば困難の到来をあらかじめ予期して、楽な方向に逃げる、ということにもなる。写真。 佐藤茂雄選手の極太とかけるバキバキの足、ボディビル界に足男と呼ばれる男がいる。足男と読むと妖怪の名前みたいになってしまうが、そうではない。本名の佐藤茂雄、佐藤茂雄49の茂雄をもじって足をと読む。凄まじいまでの太さとカットを誇る足が武器であることから、そう呼ばれる。 スクワット 300kg を誇るウェイトリフティング王者、山本俊樹選手とのボディビルにおける顔合わせは、客対決という見られ方もした。その山本選手とは、9月8日に開催された JBBF 日本クラス別選手権大会 85kg 以下級で対戦。昨年は勝利を収めたものの、今年は僅差でリベンジを許し、同階級の優勝を逃した。 そのわずか一週間後の9月15日、佐藤選手は福岡県北九州市で行われた JBBF 日本マスターズ選手権大会のステージにいた。もともと佐藤選手は世界選手権の舞台で活躍する日本人選手たちの姿を見て、マスターズというカテゴリーに興味を抱いていたという。そして、今年10月6日の誕生日でちょうど50歳。 マスターズクラスの50歳以上級に出場可能な年齢となった。だが、ボディビルの今シーズンの千秋楽は10月6日の日本選手権大会。くしくも佐藤選手の誕生日である。ビッグマッチである日本クラス別選手権の1週間後、しかも自宅の千葉から遠く離れた北九州市で開催される試合への出場。さらには、 日本マスターズ選手権はエントリーした50歳以上 70kg 超級で優勝したらそれで終了というわけではない。50歳以上 70kg 超級で優勝したら50歳以上 70kg 以下級の覇者と50歳以上オーバーオール無差別級を戦ってそこで勝ったらやっと40歳以上級60歳以上オーバーオール優勝者との総合優勝者決定戦に進める。 日本マスターズ選手権の頂に到達するには、1日に3回勝つ必要があるのだ。そして、その3週間後には大一番の日本選手権。困難の到来は容易に予期できた。だから、日本マスターズ選手権に出場すべきかどうか、かなり迷いました。日本クラス別、日本マスターズの2連戦を戦うとなると、その3週後の日本選手権にベストな状態で臨めるのかどうか。 ただ、私も今年で50歳になります。年齢を重ねると楽な道を選びがちになりそうですが、ここはあえて茨の道を行こうと。私はこれからも、まだまだチャレンジャーでいたいんです。